韓国の株暴落。はい、こんにちは。投資家で医学修士の拓です。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今日はね、まあ、韓国の株がもう大暴落したことに、ね、ついてお話したいと思います。よろしくお願いします。まあ、韓国の株、まあ、韓国の株価指数とかを含めてね、やってる人ってあんまりいないんですよ。まあ、あんまり市場がね、そこまで解放されてないから、やってる人あんまりいないんだけど、このね、 韓国の株もうやばいですね。相当やばいことになってる。で、今日はそれについて、まあ解説してる人がね、いないんで、僕がね、解説しちゃいます。で、なんでこんなに暴落してるかというと、簡単ですよ。これは、日本の仕業ですね。あの、日本がね、あの、韓国に対して、まあ、輸出管理、安全保障上の問題により輸出管理をね、で、ホワイト国から外したとか言って、 なんか、輸出させないようなね、感じのことをしたから、もうね、輸出っていうか、させないではないけど、審査をね、ホワイト国から外して、そのね、えー、審査をね、厳しい面になるっていう、そのニュースがインパクトがでかくて、インパクトがでかいっていうか、でかいんですよ。だって、外国人にとったら、あの、日本ってね、結構穏やかで、あのー、何温、温暖、穏やかな、温便な人が多いと、 外国人と思うんですよ。これアジア系以外のね。まあ、アジア系の人もそうだけど、一番ね、穏便な人が多いと思って、まさかそんなことすることないじゃんってね、みんな、まあ、思ってるわけで、それをねあの、そういうことするから、まあ、格付けが下がった国みたいな感じなんですよ、イメージ的にはね。 あの、格付け会社がいっぱいあると思うんだけど、そういう会社がね、国のね、信用の格付け下げたぐらいの、あの、これインパクトのデカさですね。まあこれ日本の仕業だと言ってもね、まあ過去じゃないです。もうね、各国の株がすごいことになってますね。で、もうこれ面白すぎますね。 っていう感じで、まあ、今日はね、えー、その韓国の株がね、もう本当に大暴落してね、あの、大変なことになってるっていう話をしました。まあ、通貨もね、暴落してるんだけど、株の方がやばいですね。これもチャットとか見れる人だったらわかると思うんですけど、えー、なんかね、もうこう、下降トレンドに入っちゃってるんですよ。もうその、なんだろう、抵抗線っていうかね、抵抗になってるところを割って、もうね、あの、下降トレンドに入ってるんで、 結構相当下げてますねまあ、米中貿易戦争の影響というかね、よりは、この日本のね、えー、まあ、仕業じゃないかなと僕は思ってます。まあ、もともと韓国の株ってね、そこまで信用高くないから、なんだろう、韓国、まだ発展途上国みたいなもんだからね、そこまで信用高くないんですよ。まあ、確かにね、あの、 都心部はすごいね、あの、発達して、こうなんか、まあ、インチョンとかも世界のハブ空港とか言われるぐらい、発達してでかいんだけど、ただね、まだ、その、生活レベルとかいろんなものの、レベルを考えると、まだそこまでね、あの、精神国になってないと、僕は思います。だからま、僕はね、そこの株はやらないんだけど <laughs>、え、興味ないんだけど、ただで、ね、すごい暴落してるんで、今日はね、ニュースにしました。ということで、今日はこれで終わります。 まあ、貿易戦争もね、あって、中国とアメリカも対立もあるんだけど、まあ、まだ日経はましかな。うん、日経はまだましな方かと思うんですよ。まだね、えー、この前ニューヨークが800ドルかな、下げたけど、まだね、日経はまだ結構ましな感じになってます。まあ、あのー、円高がね、もっと進まない限りね、えー、まあ、 大丈夫かなっていうふうには、まあ見れないこともないんだけど、まあそれはね、どうなるか。まああんまり長期長い目で見るより短期のトレードの方がいいっていうことだと僕は思います。まあ人によってね、えー、な日本の株の何やってるかとかね、えー、どういうものをどれぐらい取り扱ってるかとか人によって違うんで、まあ何とも言えないんだけど、それはぶっちゃけ、まあその、なんだろうな。 このね、韓国の暴落の方がすごいっていう、そういうね、話をしました。ということで、まあ今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。